キャリー・ハンナ・マリガンは、イギリスの女優。イングランド・ロンドン市内のウェストミンスター出身。父親のスティーブンは、リバプール出身。母親のナノは、ウェールズ出身の大学講師。曽祖,祖父からは、アイルランド人の字を引いている。オックスフォード大学を卒業した兄がいる。インターコンチネンタルホテルのマネージャーである父の仕事の、都合で3歳から8歳の時までドイツに住んでいた。 レディング大学への入学が決まっていたものの、18歳の時にギャップイヤーを取った。この時、高校にジュリアン・フェローズが講演にやってきた。講演後、彼女は校長に大学へ行きたくないと伝え、彼に自分の芝居への情熱を伝えるように頼んだ。数週間後、フェローズの妻から電話があり、見込みのある若者を囲んだ。 夕食会に招待された。この後、彼らに推薦されることにより、映画、プライドと偏見での役を勝ち取った。2004年に舞台でデビュー。翌年公開のキーラナイらないトレイ主演作、プライドと偏見で映画デビュー。また、同年放送のブリークハウスに出演し、注目を集める。主に、イギリス国内で活躍している。2008年に、アントン・ケーホフ。 カモメでブロードウェイデビューを果たしドラマデスクアワードにノミネートされた。2009年には第59回ベルリン国際映画祭でシューティングスター賞を受賞した。2009年公開の17歳の肖像で英国アカデミー賞主演女優賞を受賞しアカデミー主演女優賞に初ノミネートされた。さらに2020年にはプロミッシングヤングーマンで2度目のアカデミー。 主演女優賞ノミネートを果たした。2009年8月から、ウォールストリートで共演する、シャイア・ラブーフと交際していたが2010年10月に、別れた。その後、トムスター・リッチ、エディレット・メインと交際していた。2011年2月からは、幼馴染のイギリスのフォークバンドマムフォードオサンズのマーカス・マムフォードと交際し、同年8月に、婚約。 2012年4月21日、イギリス南西部サマセットの農場で挙式した。2015年女子を出産。ありがとうございます。